はい、5日目ですね。早いな。はい、そしたらね、うんちくの間レベル6まで来てます。で、一応ね、ここまではなんとかね、漢方を使わずに来れましたと。漢方が今17個か、まあ、使ってももういいかなと思って。で、ちょっと今回はプレワールドカップじゃないんだけど、ちょっといわゆる無限ループってやつにちょっと一回挑戦してみたいと思います。まあ多分ね、うまくできないと思う。で、ブルジョアジーは一応技マックスにして、スキルもマックスになってます。で、ダメージカットのバタン球がね、技レベル3なんだよね。これがちょっと良くないのかなと。スキルも1で、リンネは技レベルマックス、うん、G も3、スキルもマックスで、アマテラスが技レベル3なんだよね。これがちょっと良くないけど、スキルはマックス。この必殺技が使った時に自身の技ゲージが溜まるってのが重要だと思う。そしてツインブーストの超覚醒不動が技レベル6で、サイズアップ、これスキルは3。一応こんな感じで、多分、ブルジョアジー、バタンキ打ってブルジョアジー打って、そんでリンネ打って、あ、リンネ、アマテラス打ってっていう順番がいいと思う。という感じで、まあ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 、ちょっと一回やってみましょう。漢方は使ってもいいや。まあとりあえずね、レベル6なんで、レベル7に向けてね、ちょっと何を育てたらいいのかっていうのをね、ちょっともしよろしければね、コメントとかで教えてくれればと思います。まあちょっとね、30万ぐらいだよね、これね。9分で、まあ最後はちょっとご利用しかもしれないけど、37万かという感じで、ちょっとやってみましょう。手が汗で滑っちゃう。なあ、緊張、鳥ながらやると緊張しちゃうんだよね。やべやべ、 G が溜まってねえぞ。 G がいねえ。やべ、普通にやべ、普通にやられそう。ちょっと一回マップへ戻ろう。ちょっと俺の実力だと普通にやられそうだから、ごめん、ちょっともうめんどくさいから漢方使っちゃう。ひでこれじゃダメじゃんな。ちょっと待って。ひでえな、漢方なし攻略じゃないの。まあいいんですよ、楽しければいいのさ。さあ G をちゃんと育てながら、うん、よいしょ、とにかくバタンキュートリンヌで、最初本当はアマテラスの方がいいんだよな。せっかく漢方なしでここまで来たのに、なんか台無しだ感じだけど、まあいいんですよ。お、フィーが来た。 G、 やべ、もったいね。バタンキューで G、 本当はアマテラス先に打ちたかったけど、アマテラスたまれ。あー、アマテラス先打ちたかった。これダメっぽいね、これね。これはなんか違うな、やり方が。あ、でもいけた。あ、そっか、ダメージ本当はな、いけた。本当はゴコロチの方がいいんだろうけど、え、なんでいけたじゃん。何漢方使ってんだよ、弱気だなと思ったらいけなかった。あー、なんかでもどうなんだ、これだとダメだな。あ、間違えた、バタンキューを押すのに。難しいな。ちょっとどうなのよこれ、何かがいけないんだろうな。
もういいや。あ、フィーバーじゃないのにやっちゃった。もう焦っちゃってダメだね、ダメですね。これ G 打ったらどうなるの。だからってフィーバーになるとは限らない。なったっていうか溜まってねえし、溜まってねえし。これもう打てねえよ。あ、もう一発打てたんだ。打てダメだねっていう感じで、ちょっとねダメでしたね。はい、まあ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 、ちょっとね本番までに、本番までにねちょっと仕上げて、何が足りないのかはちょっとね、本番つってもねあれ使えばすぐいけんだけど、うん、まあちょっとね他のうまくやってる方のちょっとよく見てもう一回出直してこよう。さあじゃあこれでゴリゴリでいこう。どうなんだろうな、無限ループ、まあ、技レベルが足りないのか。でもこの赤招きのいいよねこれ。あ、やべえ、これダメージカット連れてきてないじゃん。もう頭悪いな。白駒で最後一発で終わると思ってたけど、そう甘くもないかな。あ、まだだった。あとどんぐらい ?3000。 じゃこれでさよなら。いやー、無限ループ難しいな。ゴクオロチ持ってないんだよな。ゴクオロチがねダメージ食らうとあれなのと、あとバタン球がね多分もうちょっとダメージカットしないといけないんだろうのなのか分かんないけど、いやフィーバー、あとフィーバー行ったらすぐ打てよってやつだよな。うん、まあまあちょっとねいろいろ、いやもともとね今回でやろうとあんま思ってなかったってのもあるんだけど、まあ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 、かなり雑に漢方も3つも使っ、うん、2つも使っちゃって、はい6クリアしました。じゃあね次7でちょっと無限ループはもしかしたら諦めてゴリゴリでいくかもしんないけどね、あのちょっとね立て直してね。いやだってゲートボール使っちゃったらさもういけちゃうからね。うん、なのでなんかね2日目にやたら漢方、初日2日目やたら漢方したけどもぱったり漢方落ちなくなったね。まああんまりやってねえっていうのもあるんだけど、漢方は15だね、15個あるし、今回白駒もあるんで、うん、どうしようかな、ゴリ押しでいくかどうしようかってのをちょっと考えてねやっていきたい。まあクリアした後でもいいかな、無限ループね。うん下手くそだな、うん、一応このメンバーでやって、本当はねこの覚醒不動が、超覚醒不動がねゴクオロチだったらもっといいのか、リミットブレイククラウドだったらもっといいのかってのはあるんだけど、まあねなぞり技、なぞり技でいいのかよくわかんないんだけど、なぞり技じゃないのかな。うん、一応それっぽい必殺技が誰なんだろうな、あと持ってるのバステトぐらいか、バステトと鉄角か、鉄角なのか、鉄角ね、必殺技使った後に技ゲージが少し残る、あこっちの方が良かったか、鉄角の方が、鉄角の方が良かったかもね。王の種族効果も上がるし鉄角の方が良かったな。
まあ、あとバステトぐらいしかないんだよな。バステトもこれだよね。一瞬で数えきれないほどの妖怪プニを消すってパターン。サイズ6以上のデカプニを消すとそのデカプニが降ってくる。降ってくる系だからこれ結構、あ、でも6以上じゃなきゃダメなのか。あー、じゃあ鉄格の方が良かったかもしれないですね。まあまあちょっと無限ループはそうだな、クリアした後にねちょっと試すのにしようかな。とりあえずゴリゴリで、漢方もね15個あるんでね、ゴリゴリでやろうかな。はい、じゃあ以上、今回はねクリスタルウンチクマレベル6無限ループやりたかったけど、ちょっとまだフィーバー行くまでが下手なんだろうな、きっとな。ちょっとね、もうちょっと工夫してちょっと本番ね望むか望まないか分かんないですけどやっていきたいなと思います。はい、じゃあどうも最後までねご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね、もうこのなくなってしまったワイポイントをね、取り戻すためにね、クリスタルウンチクマも早くゲットしてね。気まぐれゲートどうだろうな、今33回だけど200回ぐらい優勝ぐらいね頑張りたいと思いますね。はい、じゃあそれではね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。よろしければね、コメントこうすればいいっていうコメントお願いします。それではすいません、さよなら、バイバイ。